ちょっと待って、誰か日本の飲食店全部潰そうとしとる。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、以前僕のチャンネルの週末にやってるニュース速報っていう企画でも取り上げたんですけど、題材はタイトルバカッターですね。その時もですね、最近バカスタグラムとバカッター増えたよねと、こういう2月から YouTube ショーツがまた収益化するから、また絶対増えますよって言ってたんですけど、その矢先めちゃくちゃ湧きました。ほんとマリオパーティー4の石油掘り起こす時のミニゲームぐらいめちゃくちゃテロリストが増加してますよね。これぶっちゃけ同時最大瞬間風速記録してるんじゃないですかね。ほんと誰かこいつらを動物園にぶち込んだ方がいいよっていう声も聞こえてくるんですけど、キュッ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 、あ、ごめんなさい、猿声になってました。ちょっと最近ね、1月末から2月にかけてあんまりにも多いじゃないですか。なので僕の中で、あれちょっと待って、これってもしかしてみたいな説を持ってきたんで、ちょっと後半提唱していきます。では早速なんですけど、最近全国ニュースに載った事例です。はい、まずは修羅の国です。これは腹立ちますね。こちら先月、福岡県は北九州市、人気うどんチェーン店スケさんうどんにてテーブルに置かれた無料で提供されている天かすを春日共用のスプーンを使って食べ、親指を立てて I'll be back できないのにやりかます様子の動画を SNS 上にアップ。とんでもないバカオカ県民が出てきたとして、この動画すぐさま拡散され大炎上。スケさん迷惑行為許せない、最悪撮影者も止めろや、下品を晒して何が面白いのといった怒りや呆れの声が続出。このような事態を受けた運営会社は2月1日、ホームページにて、お客様に大変不快な思いを与えるとともに、安心してお食事をお楽しみいただく環境を脅かす行為であると重く受け止めていますなどの内容のコメントを発表し、被害届を提出。これですね、小倉北署によりますと、同署が偽計業務妨害容疑で捜査していますと発表。さらにそのちょっと前はですね、金髪上位も炎上しました。場所はミルクレープ祭りでおなじみスシローでございます。こちら1月29日、岐阜県内のスシローにて金髪男子高校生が醤油ボトルや湯飲みをなめなめ、それを元の場所に戻すといった声が映った動画をインスタに投稿。その後この動画がツイッターに持っていかれて転載され炎上。これは当事者の個人情報までが特定され日本中で拡散されています。まさか本人も寿司じゃなくて個人情報がくるくるって回るとは思ってなかったんでしょうね。店側は当事者とその保護者から謝罪を受けたが、店を運営するアキンドスシローは引き続き刑事民事の両面から厳正に対処してまいりますとコメント。1月31日午後には被害届を提出ということなんですけど、これがですね、なんか謝罪したけど受け入れてないみたいな姿勢になってるんですけど、これはその謝罪は聞くけど、あなたのやった行動の責任は取らせますよっていうことだと思いますね。で、これ父親に取材が言ってるんですけど、すごい彼は反省してますって言ってるんですけど、これなんで父親に言ったのかなと思って調べたら、この動画を撮影したのがこの金髪女優の親父っていう謎すぎるデマが飛び出してたんですよ。で、親父は撮影してないって言ってましたね。いや、親子でやってたらこれダブル役マンでしょ。で、この動画っていうのがもう日本だけじゃなくて海外でも拡散されたんですね。まだここに関しては判断材料が少ないということで回答はされてないんですけど、この運営会社であるフードライフカンパニーズの株価っていうのが一時約170億円下落しました。いや、下がりすぎ、かわいそうに。さらにですね、こちらも大手回転寿司のチェーン店ですね。二つ目、はま寿司ですね。こちら1月の9日にレーンを流れる寿司に勝手にわさび乗せていくっていう動画をインスタに投稿したバカスタグラムがいました。で、この動画の説明には他人握りわさび乗せっていうテロップで、すごい丁寧に犯罪方法の説明付きで公開されてたんですけど、この動画もツイッターに転載されて一気に拡散されました。この被害に遭ったはま寿司は店舗と個人名を特定した上で1月の25日に被害届を提出しています。まだありますよ。3つ目、セブンイレブン。こちらバイトテロですね。はま寿司が被害届を出した1月の25日、セブンイレブンの店内で女性店員2人が揚げ物とかのケースに陳列されたポテトっていうのを交互にかじる様子をインスタに投稿して、これがツイッターに転載されて拡散されました。インスタからツイッターの流れ、なんか工場みたいですね。これもすごい話題になって、セブンイレブン運営するセブン&アイホールディングスの広報センターが店舗であったことは事実だと認めてます。ただすぐ次の1月26日の段階では投稿内容を把握していて、保健所のアドバイスを受けたと言ってます。その結果、店の営業を続けるもののフライヤーの販売を一時中止するという事態になってます。ただこの件について、当事者がすでにバイトを辞めてるっていうんですね。クソやなこれ、辞めるからやったのかどっちなのか分かんないですけど、ただ警察の通報とか賠償請求については回答を控えるとしております。まだありますよ。一昨日ぐらいですね、これツイッターのトレンドにもなってました、招き猫火炎放射器ですね。物騒すぎるやろこれ。これが大手カラオケチェーン店カラオケ招き猫ですね。この店内で撮影者がやったれやったれと煽る中、スプレー缶ライターを使って、そこにいた、仲間でしょうね、そこに火炎放射してる様子の動画っていうのを撮影して、でこの背景にカラオケ招き猫のロゴが映ってて、その店舗の廊下で撮影された動画であるということが判明して、これを運営する株式会社コシュダカ、こんな名前やったんやった、これすでに警察に相談済み、どちらの店舗かも含めて調査中ですと回答。現在本校については所轄警察署に相談済み、弊社としては刑事および民事の両面で厳正に
に対処いたしますと対応方針を伝えたということなんですけど、まだありますよ。これまあ全く一緒、招き猫なんですけど、これがソフトクリーム直飲みバカですね。これも公開されて全店舗洗浄、一時ソフトクリームの販売が停止となりました。まあ本当バカも招いてしまったということなんですけど、まあこの洗浄とか清掃にかかる費用と一時販売停止するその時の損害だけでも全て数百万単位はかかるんじゃないかと思いますね。はい、とまだあるんですけど、最近話題になったもの一気に紹介したんですけど、何これ、なんか裏の力働いてんじゃないのってぐらい増えましたよねこれね。でまあこれはみんながどう思うかっていうのは分からないですけど、同時にですね、なんかインフルエンサー界隈でハッシュタグスシローを救いたいっていうなんかその便乗が生まれてるんですけど、あれ寒くないですか、許可取ってないですよねこれね。ただいっぱい食べたっていう人もいれば、なんかこう一芸するというか、まあ、そういうのやってるやついるんですけど、これ見てて思ったんですけど、そうやって承認欲求を満たしたいという気持ちがそのバカッターを生み出したってことを忘れたんかなと思いましたね。取るな取るな、もうスシローはもう170億いかるとんねん、もうカメラだけは回さんでくれってなってるって思えよ、行け普通に。知らんけど。で過去にですね、これは僕も5年前ぐらいに取り上げたんですけど、これでバカッターどれぐらい影響があるのかもうだいぶわかるとは思うんですけど、これで倒産した企業さんもいます。これ2013年東京多摩市の蕎麦屋大正事件ですね。もうこれはバイトの従業員が食洗機とか冷蔵庫に入る様子をツイッターに投稿して、まあその後批判が殺到して、店は投稿からわずか3ヶ月後に閉店に追い込まれたってやつなんですけど、店側はバイトの大学生らに計1385万円の損害賠償を求める裁判を起こしたんですけど、最終的に約200万円ぐらいの和解で成立しました。やはりその時の心理っていうのも、この俺たちがやってるうちわのノリがおもろいから、これは世界の人も笑ってくれるんじゃないかとか、そこから炎上したりとか話題になることによって、炎上させても、うわ俺ら話題になってるよっていうね、そういった承認欲求が関わってくると。さらに今っていうのは誰でも手軽にねこういう風な投稿ができるようになったっていうことも、こういった炎上動画の撮影を加速させると思うんですけど、このロジックっていうか頭の仕組みっていうのは今も変わらないと思うんですけど、どんどん強くはなっていってると思うんですけど、で、まあ、これが今後さらに増えていく可能性はすごいあると思うんですけど、で今日はですね、まあ、こっからなんですけど、ただやっぱそれにしてもあまりにも増えすぎてるんじゃないかなと思うんですよ。だってこれえらいことなってるわけじゃないですか。だからこれってやってる本人の承認欲求とか以外にですね、まだ理由があるのではないかと私は思ったんですよね。これよくよく考えると SNS に投稿してるのは撮影者というパターンがね多いんですよ。つまりですね、ネットとかあんまり使わない疎いバカの友達を撮影して、それを SNS に投稿することで撮影者本人のアカウントの数字が上がるわけですよ。これでね特定されて、ニュースとかで連日報道されてる映像って、これもう絶対映ってる人本人じゃないですか。まあつまり姿っていうのは映ってないから、そもそもアカウントさえ隠したりとか自分の写真を載せていなければ見つからないということが多いわけですよ。だからこれ被写体がえーっつってテロするから、撮って撮ってって言うより、バカがテロするのをバカが撮影してあげたがる。この2つ特にですね、この後者っていうのが増えて、今こういったバカスタグラムが続出してんじゃないかなと思うんですよ。ただこれ逆に考えると、ただちょっといじられキャラの子とかに、やれってお前って強制させて、それを投稿して炎上させるっていう、まあ、こういったいじめのようなこともこれ起こってるんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。なのでこれを止めるためには、撮影者でやったやつが同時にどうなっていくのかっていうところも言っていった方がいいなと思いまして、まあ、これ結論から言いますと、撮影者側も連携して賠償責任を負うことになります。これが民法719条共同不法行為者の責任ってやつなんですけど、まあ、ざっくり言うと、数人が不法行為とかで他人に損害を与えたら、もう各自が連携してその損害の賠償の責任を負いましょうねって、この共同行為者のうち、まあ、仲間ですね、そのいずれかのものがその損害を加えたかを知ることができない時も同様とするとされています。まあ、すなわちこういったバカの動画の撮影、投稿までの一連の行為がですね、たとえ自分が実行せずとも共同の不法行為者として責任を負う必要があるとなってるんですね。これを知らないとか分かってない学生とかって、ボールを最後に触ったやつが片付けるみたいなルールあるじゃないですか。あとは、いや俺はやってないもんとか、みんなでこう鬼ごっこしてたのにガラス割った時とかね、そこに折っただけ俺は割ってないですみたいなこと言いがちじゃないですか。まさにその小学生の悪いんだ悪いんだみたいなやつですよ。まあ残念ながら全員に責任があります。残念でした。この被写体の本人じゃなくて撮影者自身もですね、楽しいからこいつ映したらおもろい、バズりたいからと、自分らは安全圏だよねって思ってるんだったら、まあ、その後どうなってしまうのかっていうのをしっかりと考えた上で行動してください。マジでこの回転寿司とか卓上に置かれてるサービス、こういったねものが全部なくなるっていう可能性もあると思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今回このバカッターになった人たちの末路、そして実際撮影者っていうのは黒幕なんじゃないかっていう説を紹介しました。対策としてはですね、この後どうなったかっていうのをちゃんとメディアで報道して、まあ、撮影者そして被写体で一緒に林立てたやつ、まあ、そういったものが全員罰せられましたよっていうのが必要で、なんなら中にはこれ新しいいじめの形の可能性もあるんじゃないかなと思うんですよ。撮影者の方がクソすぎる場合もね、今後起こってくるんじゃないかなと思うんですよ。なのでここの関係性とか、その撮影まで至った経緯っていうのを店側がやることじゃなくて、その警察ってのを調査して、これが表面上じゃなくてその中も見ていかないと、まあ、こういう悪質なこれ誰かの正義感を利用したようなものも起きていくんじゃないかなと思いますね。この撮影者本人とこの2組の承認欲求っていうのもあると思います。だから実際減ってないんじゃないのかなっていうのも思いますね。まあ、ちょっと僕もすぐお腹空いてきたんで、あえて何一つももう3年ぐらい話題になってないスタミナ太郎行ってきますね。今日は以上です。皆さんの意見、バカったバカスタグラムについて思うことありましたらコメント欄お願いします。
ます。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。